それでは微積分2の第8回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回は教科書の第 4.4 節の因関数定理について行いまして、中でもその因関数定理の応用をですね、例題なども踏まえながら説明をしました。でそして後の方では今日詳しくやります条件付き極地問題の導入の部分について紹介をいたしました。で今日の内容ですけれども、教科書第 4.4 節の因関数定理の括弧3の条件付き極地問題を扱います。で具体的にはまずここで扱うラグランジュの未定乗数法の定理、その証明などを述べまして、でそれからラグランジュの未定乗数法の意味について解説した後、その例題をですね、いくつか紹介したいと思います。それでは教科書は第 4.4 節の因関数定理で括弧3の条件付き極地問題ということですから、159ページですね、教科書を持っている人は確認してください。一応前回の授業の最後の方で紹介しました条件付き極地問題というのをもう一度確認しておきます。 D を R2 の領域としまして、で FXY を D から RA の関数、 GXY も D から RA の関数とします。でここで考えるのは、その GXY イコール0という条件のもとで、この FXY の極地を求めるというものです。で、前回ですね、その数理最適化という枠組みの中で、この数理最適化という枠組みの中ですと、この FXI を目的関数と捉えて、それから GXY イコール0を制約条件と捉えることができますということを紹介いたしました。で一応ですね、その例をちょっと紹介しておこうかと思います。ここの例はですね、fxy をマイナス4分の1かける x2 乗プラス y2 乗プラス、括弧閉じプラス6を、gxy イコール x プラス y マイナス2イコール0というですね、条件でこの fxy の極地を求めましょうということを言う、ちょっと例題を取り上げますけれども、これでいいかな。ちょっとですね、なんだスクリーン見ながら説明するのに、あんまりここ立ってると近すぎて説明しづらいんで、ちょっと少し下がって操作しながら説明します。これは前にも紹介しましたが、このジオジェブラで描画した関数なんですけれども、このオレンジ色のコーンみたいな部分がその fxy ですね。一応ちょっと小さいですけど、左側の方にもこう積式が見えております。そして今回の制約条件というのは GXY イコール0というのはこの直線なんですね。で、一応これの直線をちょっと平面で表してみますと、これ実は Y イコールマイナス X プラス2という平面でして、でこの平面でこの放物面をパカッとカットして、でこの断面のこの、これが放物線なんですけども、この放物線の極地を求めましょうという話になってきます。大体条件付き極地問題ですと、fxy としてこういう局面が与えられて、で gxy イコール0でこの xy 平面上のある、一般には曲線ですね、ここに今直線ですけど直線が与えられて、でこの、曲線や直線上でのこの局面のこの、の断面ですね、ここでその極地を求めようという話になります。戻った、はい、ということですね。はい、で、一応その中でこれから求めるその条件付き極大値 の、 定義を一応復習しておきましょう。先ほどと D と FXI と、GXI は先ほどと同じ形で与えられています。で FXI がその GXI イコール0のもとでこのある点 D の点 AB で極大値を取るとは、ある正の次数イプシロンが存在して、この AB のイプシロン近傍ですね、のかつその D の領域内にあるような点の XY において、もし GXY が0であるならば、その FXY の値は FAB と等しいかそれより小さいということを言っています。面倒くさそうに聞こえますけど、言ってることはそのこの断面とで表せたこの曲線上でですね、そのある近傍が存在していて、でこの FAB よりも
その近傍ではその F の値っていうのは等しいか小さい大きくなることはないっていうことを言ってるわけですね。これがあの条件付き極大値の定義です。で、条件付き極小値の方はあの同様に定義されますので、これはちょっと皆さんの方で定義を考えてみてください。さあそこで今日 あのラグランジュの未定常数法に進みたいと思います。まず先にですね、この定理を述べて、その証明を述べておきます。で、その後で、このラグランジュの未定常数法が意味するものについて解説していきます。で、そのラグランジュの未定常数法の定理は、教科書の159ページにあります、定理の 4.20 ですね。見ていきますと、まあ、D を領域として FXY と GXY は D から実数値を取る関数で1回微分、1回ヘビ分可能であると、C1 級であるとします。で、この時、その D の点 AB でですね、G の AB イコール0、で、かつ FXY が極値を持つならば、次のいずれかが成り立つという主張があります。まず1つ目は、G の AB における X の偏微分係数も Y の偏微分係数も0に等しいと。すなわちこれは前回の授業で出てきましたけれども、AB は G の特異点であるというのが一つのケース。で、もう一つは、こちらが今回重要なんですけれども、ある実数ラムダが存在して、この FX の AB マイナスラムダ倍の GXAB イコール0。それから FY の AB マイナスラムダ倍の GYAB イコール0の同時両方が成り立つと。まあこれ一式と置きますけれども、まあ、これが成り立つっていうのが、二つ目の主張です。で、ここでこのラムダというのが、ラグランジュの乗数、ラグランジュ乗数、というふうに呼ばれます。乗数はちなみに英語だと、マルティプライヤーですね、この場合は。だから英語で文献検索するときは、ラグランジュマルティプライヤーで検索すると、皆さんの見たいラグランジュの未定常数法の英語の資料がいっぱい出てきます。で、まず、証明ですね。まあ、数学ですから、定理が、主張が来たら証明するというので、まずは証明を見ておきましょう。で、ここでは、点 AB が、まず GXY の特異点でないと、仮定をします。で、この時に、GXY がこれ特異点でないってことは、この X の偏微分係数か Y の偏微分係数のどちらかは、少なくとも1個は0でないということが成り立ちますので、まあ、ここではその Y の偏微分係数が、まあ、0でないものとして、一般性を失わないということがわかります。ここでちょっと、皆さん聞きたいんですけど、一般性を失わないっていう意味知ってる人ってどう思いますか？あ、はい、わかった。はい、わかりました。ここで話をする回がありましたね。はい。一般性を失わないっていう文言は、数学で品質ワードでして、ワードっていうかフレーズでして、しかも数学の数学類の人は絶対意味を理解して使えるようにしておいてください。今のうちだと、いろいろ分かり、まだチャンスがあります。で、一般性を失わないっていうのはどういうことかっていうと、証明っていうのは結局、この場合はその GX の偏微分係数が0でない場合、GY の偏微分係数が0でない場合ってこう2通り考えられるわけですけれども、実質的にこうどちらのケースでも示すことは本質的には同じわけですよね。そうするとどちらか片方だけ示しておけばいいでしょうと。で、例えば GY の偏微分係数が0でない場合のみをまず証明しておきますと。で、じゃあ、GY の偏微分係数が0の場合はどうすればいいんですかって言ったら、その時は GX の偏微分係数が0でないはずだから、それまでの議論を全部、こちらの X の方に置き換えてやればいいでしょうというわけですね。ですので、なんか、一つのケースを証明しておけば、他のケースも同じように証明できるから、まあ、一般論が全部成り立ちますよということを言ってるという意味で、この一般性を失わないという言葉がよく、数学では使われます。ですので、一般性を失わないっていうフレーズが出てきたときに、どういうことかっていうのを理解できるようにしておいてください。ちなみに、一般性を失わないは英語ではですね、without loss of generality っていうフレーズでして、これも数学書でよく出てきます。ので、まあ多分、今のうちに皆さん覚えておくと、特に数学の人は、数学外処輪行なんか行ったときに、ちょっと役に立つかもしれませんし、覚えておいてください。
さて、じゃあ、ここからはその GY の偏微分係数が AB での偏微分係数が0でないものと仮定します。で、話を進めます。で、仮定からですね、まず GY、XI は1回偏微分可能でして、で、あと AB における G の値は0ということでしたので、これは偏微因関数定理からですね、この A を含むある回区間において、この因関数が存在しますよと。これを Y イコールファイの X というふうに置きますけれども、この AB の近傍で、こういう、X のによる、X の関数ですね、Y イコールファイ X が存在しますというわけです。で、そこで、この F の XY なんですけれども、その、GXY イコール0で定まる、この、部分ですね。これをこんなふうに、Y の部分にこのファイ X を代入しておきますと、この F の X ファイ X っていうのは結局 X の一変数関数として見なすことができるわけですね。で、これをラージ FX と置きます。そうしますと、このラージ FX っていうのは、結局この F の値なんですけれども、X だけによって定まる F の値になっていて、F の関数になっていて、で、それは、1回微分可能で、しかも、X イコール A で、極値を持つというわけですね。なんでかっていうと、仮定から、その先ほど、もともとの fxy がですね、ab で極値を持つと、ab で fxy 極値を持つって言ってましたから、それの一変数にしたら、ラージ fx っていうのは、x イコール a で極値を持つということはまず言えるわけです。で、ここで、というので、f の、1回同関数ですね、f プライムの a は、0に等しいということが言えるわけですね。で、ここでその、じゃあ F プライム X っていうのを実際に具体的に計算するとどうなりますかっていうと、合成関数の微分をしますと、このような形で、まず、X とファイ X、スモール F の XYX の X による偏微分と、それから、今度はスモール F の Y による偏微分かける、このファイの方の同関数の積という形でこう微分できます。まずここ、合成関数の微分は、これがちゃんと成り立つということは、皆さん復習しておいてください。で、ここで、その、前回やりました因関数定理を使うと、この φ プライム x っていうのが、この g のですね、x における変動関数や、ごめんなさい、これ、多分誤植ですね。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。この分母の方はこれ、デルの、y ですね。これ y による偏微分係数ですので、変動関数ですので、すいません、直しておいてください。こう、因関数定理からもこのような形で、この、ファイの1回微分というのを表すことができますので、これをもう代入してこう整理するんですね。で、代入して整理すると、先ほどの式がこういう形になります。で、ちょっと、分母分子こう入れ替えたりしましたけれども、基本的には前のこのスライドですね、この式にファイプライムを代入して整理しただけですので、後で皆さん今ちょっとすぐ分かんないというのは後でゆっくり式を変形して確認してください。で、それでこの後ろの部分ですね、この部分をラムダと置くと求めるその定理の主張に合った式1になると。いうわけで、これで証明が終わるということになります。まず、こういった形でこの証明ができます。だから、二変数の関数なんですけれども、その、因関数定理が成り立つので、一変数の関数と思って、その極値を、があれば、こういうことが成り立つということを、証明するわけです。まず、ここまででしょうか。で、ちなみにですね、この先ほどの定理の主張を書き換えますと、こういうふうに書くこともできます。まず、このラージ L の XY ラムダっていう関数をですね、F の XY マイナスラムダ G の XY というふうに置くんですね。で、そうすると、先ほどのラグランジュの定理にこの L っていう関数を使うとですね、先ほどの定理の主張がある実数ラムダが存在して、L の X による偏微分、それはこの式です。が0に等しい。それから L の Y による偏微分、これはこちらの式ですね。が0に等しいと。で、最後に L のラムダによる偏微分、これはGXY イコール0
まあ、仮定として与えられていますけど、こういう形で、その先ほどの、そのラグランジュの未定乗数法の定理にあったこの2個の式ですね、この2個の式を、まあ、1個の関数の変微分の形で表すこともできます。で、このラージ L っていうのは、よくラグランジュ関数とも呼ばれておりまして、このラグランジュの未定乗数法を解く際にしばしば用いられておりますので、まあ、突然 L とかって出てきても驚かないでください。ここまででしょうか。